トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。7月の18日もしかしたら来週のタイムウィズあたりではみんな夏休みに入っているのかな。いやー、今年はもう梅雨からすごい暑いですもんね。みんなは大丈夫ですか？体調崩してないですかね。僕もちょっと今月頭あたりに体調崩しまして、まあ全然大丈夫ではあるんですけども、皆様もぜひね、体調を崩しにならないようにしていただきたいと思います。そしてね、時系列的にはこの間の日曜日かな、サイルームのナインスライブがありました。参加していただいた方ありがとうございます。まだこのラジオを撮っている時には、終わってないタイミングなので、来ていただいた方とか、見てくださった方いらっしゃいましたら、お便りで送ってきていただけると嬉しいななんて思っております。はい、じゃあ今週もね、のんびりいきましょう。トキ俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、トキ俊一です。さあ、ということで今回もね、たくさん皆様からのお便りを紹介していきたいと思います。1つ目です。エレナさんからいただきました。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日開催された、もうそうなんです、トーク会参加しました。ありがとうございます。フリートークのコーナーでは、演じるのが難しかったシーンやキャラクターへの思いなどをたくさん聞けて嬉しかったです。マッチングパーティーでは、それぞれ改めて自己紹介することで新たな一面を知ることができて嬉しかったです。楽しかったです。トキさんがメインキャラの中で五郎さんが一番子供っぽいとおっしゃっていましたが、私も感じていたことなのですごく共感しました。好奇心旺盛で若さゆえに突っ走ってしまうけれど、素直に反省できる彼が愛おしくて大好きです。月刊妄想科学は大好きな作品なので、キャストの皆さんのお話を直接聞けて本当に幸せな時間でした。もう一通読ませていただきます。マナティさんからです。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。先日月刊妄想科学妄想なんですトーク会の一部参加しました。皆様がステージに出る前、舞台袖での会話が聞こえ、その瞬間から楽しくてもう期待しかありませんでした。石井くんが先輩3人からいじられる光景は目に見えていましたし、脱線していくだろうなと思っていたのですが、期待以上の内容の濃いイベントでした。カメラが入らないことをいいことに、北島三郎役の白井さんがいたり、裏話や〇〇っぽい人は誰というトークコーナーにはある方が降りてきて、淳さんとかいろいろ久々に見ましたが、より磨きかかってたより磨きがかかってて完全憑依されていましたし、マッチングパーティーという名のプロフィールを披露していく時も、質問者の勝富さんの子供のようなあの聞き方が可愛くて、その子供に視線を合わせるような姿勢になる石井くんにほっこりしたりしました。一つ一つ感想を述べたいところですが、長くなってしまったのでこの辺で失礼します。楽しい時間ありがとうございました。月刊妄想科学のアフタートークイベントって言ったらいいのかな、簡潔に言うとがこの間あって、昼の部参加したんですけど、楽しいですね、あのメンバーで話すのは。なんか控室もずっとねあんな感じだったんですよ。なんかあでもないこうでもない、僕と勝富さんだとこうなんか犬の話になって、白井さんとかになるとこう なんだろう、白井さんは特に白井さんという存在が面白いから、白井さんのエピソードトークを聞くだけで面白いんですよね。毛が治ったのとか話しましたし、石井くんはねゲームの話とかしていろいろ盛り上がっておりました。そのまんま控室出たのがもうあと1分ですってところでスッて出て、
うん、そしたら気づいたらマイクが入ってて、せっかくだしみんなに聞いてもらおうと思って話して入ったんですけどね。もうなんかワンクールで終わっちゃうのがもったいないなっていうぐらい和気あいあいとしたイベントというかアニメだったなって思います。その監督がおっしゃってた1話を通して完結しつつ、12話通して大きなうねりがあって、最後見てる人たち全員がああすっきりしたって思ってもらえるようなストーリーにしたいっていうのが、とても見事に再現されているアニメだったんじゃないかなって思ってて、いやー伸びしろというかやりしろはいっぱいあると思うので、皆様もねぜひ応援していただけたらなって思います。僕は個人的に本当にサイエンスの MV が大好きで、もう何回も自分でお酒飲みながら見てるんですけど、ありがたいことにもう再生数も伸びててね、ぜひぜひこれからもサイエンスと、アニメともどもよろしくお願いしたいななんて思っております。はい、ありがとうございました。さあ続いても2通連続で紹介させていただこうと思います。5つ目あやさんです。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。いつも楽しく拝聴しております。アニソンカバー EP 発売決定おめでとうございます。どの楽曲もよく聴いていたのでとても嬉しいです。特に乙女の心得が好きで、まさかトキさんのお声で聴ける日が来るとは思っておらず、発売が特に楽しみになりました。特典では今年のバースデーライブの映像も入っているとのことで、こちらを見て12月のライブへの気持ちも高めたいと思います。楽しみな予定がたくさん増えて嬉しいです。発売日を心待ちにしております。そして、お茶さんです。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。アニソンカバー EP 発売決定おめでとうございます。さまざまなアニソンがトキさんの歌声で聴けることができると思うと、発売が楽しみで仕方ありません。特に東京リベンジャーズのオープニングテーマ「クライベイビー」ではトキさんに歌っていただきたいなと思っていた楽曲の一つなのでとても嬉しいです。これからも応援しております。ありがとうございます。僕が改めまして出すアニソンカバー EP、ことの発端はというと、なんか今年はもう一枚 CD を出したいねっていう話で、でライブが終わったタイミングで、やっぱこの熱のままもう一枚出そうっていう話になったんですけど、何しようってなって、来年もいろいろね、いろんなことを考えているんですけど、来年こういうことをするって考えるんだったら、久しぶりにコンセプトアルバムでも出そうかみたいな話になりまして、じゃあなんだろう、また12月に出すからクリスマス、いやなんかそれも花がない、芸がないなっていう話になって、どうしようかってなった時に、ふとね頭をよぎったのが、僕がね大好きなアーティストで豊永俊幸さんっていう役者さんがいるんですけど、あの方が自分がお世話になっているアニメとかゲームとかいろんなコンテンツのやってるキャラクターソングとかあるんですけど、それのアンサーソングを作ったっていうアルバムがこの間リリースされたんですね。めちゃめちゃ素敵なコンセプトだなって思ったんですけど、俺にはまだ早いなと思って、これ自分の中のただのこだわりなんですけどね、個人的にはなんかまだそうじゃなくて、もうちょっと自分っていうものをもっと出していきたいなって思った時に考えたのが、なんかこうアニソンってカバー、ちょうどクロッシングがねこうやらせていただいてめちゃめちゃ楽しかったのと、ああいうのって本当にいいなって、それこそね皆様からのお便りだったりとか反応で、ああいうのって楽しいなって思ったのもあったし、あの時選んだメリッサっていうのは結構ね、いい意味でもいろんな意味でもそのいい需要に応えたというか、なんて言ったらいいかな、やっぱりね YouTube でみんなに見ていただくものでもあるし、名刺代わりじゃないけど、ある程度やっぱりこうみんな知ってるって言ったら、これも時があるか、ある程度こうなんだろう、こう認知度が高いって言ったらいいのかな、金字塔と言ったらいいのか分かんないけど、メジャーなもので歌っていただきたいですっていう、ある程度のこうご要望があったんですね、クロッシングって。っていうかあるんですけど、その中でだったら
この曲なのかなって言って選んだのが、メリッサなんですね。全然歌うのが嫌だったとかそういうことを言っているわけじゃなくて、そのなんて言うんでしょう、ある程度のこう俺以外の成分が割と入っている中での、まあ、僕結構アニソンを歌う時ってだいぶこうなんだろう、その需要というか、その何のイベントなのかとか、どういう状況でこれを歌わせていただくのかっていうものをある程度僕は考えて歌わせていただくことが多いんですよ。なんですけど今回は、まあ、歌いたい曲はあまただけど、その中で一つ、そのなんかただただ自分が好きな曲を歌うのもありかもしれないけど、やっぱりねこう版権だったりいろんなのもあるから、じゃあポニーキャニオンさんの手掛けているアニメで僕が好きなものを歌えたらなっていうので選んだんです今回は。その中でいろいろ珠玉の精査の結果こう集まったのが今回の EP のものでございます。うん、今回のやつはだいぶ俺の中で熱いです。めっちゃいい。まずそうですね、アンバランスなキスはまあそれこそ皆様からの反響もありましたけど、ぶっちゃけもう知らない人たちも多いですよ。それこそ、うん、悠々白書っていうものを全、それこそそうですよ、イベントでタイムウィズのイベントで悠々白書を知ってる人って言ったら割と知らない方たちがいたってことは、その方たちはあの名曲をまだ耳にしていない、これはチャンスだと思ったらね、ありがたいことに歌わせていただくことになったし、当然このクライベイビーもね、やっぱりカズトラっていうところでお世話になった楽曲でもあります。そしてユニオンっていう楽曲もね、僕実はあれなんですよ、グリットマンちょっと出てるんです。で、もともとグリットマンに関してはそのアニメもそうですし、昔ね実写の作品でグリットマンっていうのがあったののある種リメイクっていうよりもね、リバイバルっていうか、再編集というか全くの完全新作でやったアニメなので、出させていただいてめちゃめちゃ嬉しかったなっていう作品で、まあ、曲もめっちゃ好きだから歌わせてもらえたらなと思ったらそれも OK もらいましたし、そう、あとねこのあやさんのおっしゃってた、僕ね結構アニソンで好きになる楽曲って女性の楽曲が多いんですよ。うん、なので大正乙女を歌わせていただいてる時に、まあ乙女の心へのね音楽進行めちゃめちゃ好きだったんですよ。なので奥下で車の中で口ずさんでいたんですよ。いつかなんかこれカバーできたらな、でもこれをカバーできる状況ってどんな状況だろうと思ったタイミングで、今じゃねと思ってスタッフの皆様に乙女の心得とか歌えないですかねって言ったら OK をもらえて、入ることになってめちゃめちゃ僕もテンションが上がっています。まあぶっちゃけまだこれと撮り始めてないので、どういう感じになるか、もしかしたら奥下じゃなくてもうちょっとキーを下げて僕が一番乙女の心を素敵に表現できるところで歌うかもしれませんし、どうなるか分かりませんけれども、めちゃめちゃいい一枚にしたいと思っておりますので、ぜひぜひそちらお楽しみにしていただければななんて思っております。改めまして、アニソンカバー EP よろしくお願いいたします。はい、ということで引き続き番組宛てのメッセージをお待ちしています。宛先は time@joqr.net までお願いします。続いてはこちら、時選びます。このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた2択の質問に僕ならどちらがいいか選んでお答えしていきます。早速来ているので紹介します。美穂さんからいただきました。店内でお茶をしばいたりご飯を食べたりするとき、好きな席の位置は A 出入り口から遠い奥の方の席、 B 出入り口に近い席。私は出入り口が近い席だとなんとなく落ち着かないので、できるだけ出入り口から遠い
奥の方を選びます。よし、じゃあとりあえずお答えしていきます。トキ選びます。B 出入り口に近い席。キンキンでお茶を10回言ったのをこう思い返すと、大体俺はそうですね、あの入り口に近い、もしくはカウンターにっていうかレジに近いところが多いかも。俺お茶するときって基本的にあのお外を見てたいんです。あのお空とかあの風景とか街行く人とかを眺めていたいので、あの基本的にね、なんか明るい方に行く虫か俺はあの明かりがあるところにルノワールとかも、まあ、前も言ったかとか上島コーヒーとか、基本窓に近いところがあったらそこに行くことが多いです。ただあのなんだろう、仕事しなきゃいけない時もたまにあったりするんですよ。あのアンケート書かなきゃいけないとか、あとまあ、あの台本はさすがに開けないけどタブレットとかでそのドラマ CD のチェックとかする時とかは、あのあまり人が多く往来するところだとダメだから、奥まったところに行ってこうアンケート書いたりとかタブレットでチェックしたりとかはするから、まあどっちもあるんですけど、そうですね、あんまり奥に行くことよりも そっちにいる方が多い。あのあこの人常連さんだなっていうレジとの会話を聞くのも好きなんですよね。なのでそういうなんか何にもない時は人の往来をボヘーっと見てる時の方が多いかな。でもね、あのスタジオの近くの喫茶店は奥、なぜかっていうと、あの入ってきた時に役者と目が合った時とても気まずいんですよ。あの、とある場所にあるフレッシュネスバーガーなんてね、みんな来るからできるだけ奥の、あのしかも、ソファーと一番奥にあるソファーとあのチェア、あの椅子のある2人席の時の場所ですら絶対にあのソファーの方ので要は入り口が見える方に座らず、あの背を向けて、入り口から背を向けて座って、あの来た人と目が合わないようにする、いやこれ結構ね、これ真夜中お仕事図鑑ですね、これは。そうですね、はい、という感じでございます。さあもう一ついきましょう、ラジオネームトアさんからいただきました。エビフライにつけるのは A タルタルソース、 B ソース。はあ、むずいな。はい、行きましょう。トキ選びます。 C どっちも。あの久しぶりにちょっと C を選ばせていただきましたけど、あのえ、ま、え今日はねちょっとねスタッフが少なくて合計4人なんですけど、あのエビフライがあります。タルタルのみの人、あ一人食べざんの人ね。そして、ソースの人、あ森山さん、どっちもの人、あいましたね、ポニーキャニオンのね、あのチームの人が一人、今は2対1対1で僕の勝ちということで、えどえみんなえなうん、お店にもよるよね。お店にもよりますか。そう自家製で出してくれる人、あいい、めんどくささを持ってる、自家製のタルタルだったらタルタルのみあ自家製だったら引かれるかも。なるほど、これはちょっと再検討ですねそうですか、そうですね、じゃあ、 あのちょっとねエンディングの時間短くなっちゃうかもしれませんけど、皆様に逆にじゃあ時聞きます。じゃあどうしましょう、まずエビフライはいるでしょ、エビフライあとフライでそういう分かれるものって何、コロッケ、コロッケはそうね、コロッケ、まあ、そうですね、
ソース醤油、うん、醤油いるでしょ、いますよね、コロッケでしょ、あカニクリームコロッケはカニクリームコロッケ、カニクリームここにしましょう、はい、あだってもうごめん、もう4つにさして、あのアジフライ、アジフライ、アジフライあるでしょ、清書します、皆様、皆様に逆に聞かせていただきます、選んでください、エビフライ、コロッケ、カニクリームコロッケ、アジフライ、皆様この4つには何をかけて食べますか。これあの後でお写真も撮って皆様にもちょっとお聞きしようと思うんですけど、この4つを皆様はどのように食されるのか、お便りをいただきたいと思います。あ、ちょっと石川さん来ましたね、石川さん聞きたいんですけど、エビフライ何つけて食べますか。あ、タルタルだけでしたね。さあどう、皆様どういう食べ方になるのか、お便りお待ちしております。今回はここまでです。こんな感じで僕に聞いてみたい2択の質問お待ちしております。以上、トキ選びますでした。お送りしてきました時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで、メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで、タイムの綴りは time です。この番組は YouTube 時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは公式 X のお知らせをご確認ください。続いて僕時俊一からのお知らせです。8月1日から4日に池袋東口の中池袋公園で開催される晴れ座の日フォースアニバーサリーサマーフェスティバル2024への参加が決定いたしました。2019年11月のオープニングイベント出演以来2度目の出演となります。そして僕時俊一のステージは8月3日土曜日の18時半からなんとトリを務めさせていただきます。こちらフリーの観覧無料でご覧になれますので、ぜひ遊びにいらしてください。詳しくはアーティスト公式 X ホームページ、もしくは晴れ座の日で検索してみてください。そしてそして9月の25日にアニソンカバー EP の発売が決定しています。アーティスト活動5周年の特別企画として僕が選んだポニーキャニオン関連アニメソングを6曲収録します。収録楽曲の視聴は後日ラジオなどでもお届けできればと思っておりますので、楽しみにしていてください。さらにさらにさらに2024年12月21日土曜日に開催を予定しているクリスマスライブのチケット優先販売申し込み券も封入予定です。こちらのライブの詳細についても追ってお知らせしますので、今しばらくお待ちください。そして8月25日日曜日、番組イベントの開催が決定しています。チケットは7月の27日土曜日のお昼12時から一般販売を開始いたします。皆さんぜひお越しください。ということで第275回の放送をお送りしてまいりました。いや、ちょっとエビフライ、フライ系の何食べるか論争は加熱しそうですね。皆様ぜひぜひ、おろしなんて食べ方もありますしね、ちょっと楽しみ、イカフライとかオプションつけてもいいですからね。イカフライ美味しいんですね。そうですね、私の地域は、そうですね、森本さん九州だからって言って、さっきちょっと独特な文化を教えていただきましたけども、そういうのも含めて何でもいいですよ、フライについての皆様からの人生の歩み教えていただきたいと思います。それではお別れの時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。
この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。